サガン・ウクライナは、ウクライナを経て、国海に注ぐドニプロ川の左岸に広がるウクライナの、歴史的地名である。現在のキエフ州とチェルカースイ州の東部、チェルニーヒウ州、ポルタバ州、および、キエフの周辺にあたる地域である。サガン・ウクライナという地名は17世紀後半以降の、資料で見られる。1667年のアンドルー州条約により、 ウクライナのコサック国家がポーランドとロシアの間に分割されるとキエフを含むドニプロ側の左岸に位置するコサック国家の領土はロシアの支配下に置かれ左岸、ウクライナと呼ばれるようになった。左岸、ウクライナにおいてヘイチマンを統領とするコサックの自治性が存在していたが1709年大北方戦争中にヘイチマンのイバン・マゼーパが 反ロシアの方法規を起こしたことによりコサックの自治権が大きくに削減され、1722年に平マンの政府が廃止された。1734年までにコサックの統制を行ったのはロシア政府の機関、小ロシア委員会であった。その後、平マン政府は一時期に回復されたものの、1764年に最終的に廃止されることとなった。 このことにより、コサック国家は事実上滅ぼされ、1781年に、コサックの地域において、チェルニーヒュ大艦地、ノーブホロドシーベルシクイ大艦地、キエフ大艦地が設置された。さらに、1796年に、東大艦地は小ロシア圏として統一されたが、1802年に、東圏は、チェルニゴフ圏とポルタバ圏に分割された。1917年に、 サガンウクライナはウクライナ人民共和国の一部となったが、1918年から1919 19年にかけて続いたウクライナの内戦期の末に、ボリシェビキ系のウクライナソビエト社会主義共和国の領土となった。現在、1991年にソ連から独立したウクライナがサガンウクライナを所有している。しかし、チェルニーヒウ地方の一部であるスタロドゥブの地域は、 ロシアとベラルーシの支配下に置かれている。ありがとうございます。